V ロード第9節1戦目福岡ソフトバンクホークス対ここで打席にはアルモンテが入ります。さあ2アウトにはなりましたがなおもチャンスは続きます。今度はしっかりつなげて先制点を奪いたいですね。なるほど、そうですよね。これは変化球、うん、ナイスボールですね。ワンボールツーストライクです。打ちました。これはファウルになりそうです。最後はファウルグラウンドで掴んで3アウトです。リプレイでご覧いただきましょう。いや残念でしたね。バッターボックスには浅村が入っています。ここはいいバッターが続きますからチャンスですね。さあアウトカウントが1つ増えましたが初球打った、落ちた、ヒットになる。セカンドランナーホームイン、ホークス先に点を取りました。1対0、主導権を握ります。まあさすがというところですよね。バッターは4番筒香、今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。一塁送球、これで3アウト、試合終了。試合を制したのは